はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、3月の PayPay ペイペイクーポンが熱いクレジットカード払いも対応で、V ポイントアプリや Visa ンペイクレジットカードも利用可能にということで、今回は PayPay ペイペイについてですね、この動画では PayPay ペイペイクーポン機能が使い方によってはかなりお得に使えることができますよってことについてお伝えします。ぜひですね、利用検討されている方は参考にしていただければと思いますので、早速、行ってみましょう まあ、クーポン機能についてはね、以前こちらの動画、今更聞けないペイペイ四4つの便利機能について、まあ、紹介をさせていただいたんですが、それがこの時の3月のおすすめクーポンについてお伝えをさせていただきました。で、その時にですね、まあ、僕が見落としてたよというか、ちょっと重要なことを忘れてたので、今回はそこをピンポイントにお伝えします。で、その前にですね、今回のこの3月のクーポンもおさらいなんですけども、まあ、ずらっと色々出てるんですが、まずはこちらのくら寿司。対象金額が500円以上、今回のこのくら寿司のクーポン、 ポン使って決済した場合最大の20%分が付与されるとで付与上限が1万円分ということですので5万円を利用することで付与上限に到達するとで、他にもダイソーも対象となってましてこちらダイソーでも同じく500円以上決済することで 10%分のペイペイが付与されますで、にににななっってているるでで5000円分利用すすすれば付与上限に到達するととうことになってますで今回の本題なんですけども、PayPay の今回のクーポン何が熱いのかっていうことなんですが、それがですね、今こちらに出てるアッシュさんっていう方、僕がツイッターでフォローさせていただいてるんですけども、この方のツイートで、あ、こういった方法があるんだということで気づかさせていただきました。まあ分かりやすくね、公式ページを見ながら実際に見ていただきたいと思うんですが、こちらが今回のクーポンの公式ページです。 で,すね、で、下に下がっていただくと、クーポンの利用の流れのところで、ここにですね、詳しい操作手順を見るっていうところがあるので、ここをクリックしてください。そしたら、PayPay クーポン楽しもうということで、クーポンについての解説の画面が出てきます。で、ここも少し下がっていただきまして、重要となるのはここなんですよね。Q&A の対象の支払い方法を教えてくださいということで、実際にここをクリックしていただくと、PayPay アプリでのお支払いが対象です。PayPay 残高の種類や、 クレジットカード支払い問わず対象ですということなんですよね。こう、もうここですでに気づかれた方がいらっしゃるかもしれないんですけども、大体ね、こう、PayPay ペペのキャンペーンの時って、PayPay ペペの残高払いとか、まあそういったものが対象なことが多いんですけども、PayPay ペペの残高払いではなくて、クレジットカード払いも対象になるので、まあかなり熱いんですよ。まあもっとね、わかりやすくお伝えすると、こちらの超 PayPay ペペ祭りの20%戻ってくるキャンペーンを例にさせていただきたいんですが、こちら、対象のお支払い方法ということで 今出てるような PayPay ペペ加盟店で、まあ、実店舗で決済する場合は PayPay ペペ残高、もしくは Yahoo ーカード、PayPay ペペ後払い、こういったものがキャンペーンの対象となって、まあ20、20%分の付与をもらうことができるっていうようなキャンペーンなんですが、 ま、あ見ていただいたらわかるように、ま、あほとんどのキャンペーンの時って、ま、あ自分が好きなクレジットカードでペイペイ決済ができないんですよね。ま、あソフトバンクとかワインバイルの方に関しては、まとめて支払いという方法があるので、ま、あそれであれば、ま、あなんとかね、自分の好きなクレジットカードで決済できるような状態に近くできるんですが、それ以外の方に関しては、ま、あ基本的には、クレジットカード払いに関しては、ま、あ大体ヤフーカードであったりとか、もしくはそれもなくて、とりあえずペイペイ残高だけっていうことが多いんですよ。ですけども、今回のその ペイペイのククーーポンと併用ななら、まあ、好きなクレジットカードで、いこ、ね、なんで熱いのかということなんですけども、まあ、例えばですね、まあ、これもちょっと前に動画にさせていただきましたけども、話題のバーチャルプリペイド、これに使うべきということで、まあ、この時の動画で紹介をさせていただいた V ポイントアプリですね。まあ、その V ポイントアプリの残高を、まあ、PayPay でも使うことができますよ、ということを、まあ、軽く解説をさせていただきました。で、大体この V ポイントアプリ、 を利用された方っていうのは、まあこちらのね、v ポイントアプリのチャージで20%増量のキャンペーンに参加された方がほとんどなのかなというふうに思いました。で、やっぱりですね、その v ポイントアプリの残高の20%増えたけど、使うタイミングってなかなかないのかなという方も結構いらっしゃるのかなと思うんですよ。まあ、それが僕もその一人なんですけども、ですけども、今回の方法を使えば、ペイペイプラスクレジットカード払い、まあ支払い元を v ポイントアプリにすることで、まあクーポンとの併用に限るんですけども、まあくら寿司であれば。 20%ダイソーであれば10%分の還元を受けることができるプラス V ポイントアプリの残高の消費もすることができるっていうことなんですよねまあ、ですけども V ポイントアプリに関しては 3D セキュア未対応なので5000までであれば使うことができますまあ、他にもですねまあ、結構な方が利用されてるかと思うんですけども VISA LINE PAY クレジットカードこちらももちろん使うことができますまあ、今年のね2021年4月の30日までであれば3%分の LINE ポイントの還元を受けることができるのでまあ、そういった方法であれば PAYPAY の決済 プラスクレジットカード払いを使ってビザナインペイクレジットカードの3%分の恩恵も受けることができるということなんですよねまあ、これは先ほどもお伝えしたように PayPay のクーポンと併用ならできるということになります で、実際にどんな風になるのか、まあ、画面のイメージを見ていただきたいと思います。こちらがペ a ペ p の画面から、まずここのクーポンというところをタップしてください。で、そしたらですね、クーポンの一覧の画面が出てきますので、まあ、ご自身の好きなクーポンを選んでください。まあ、今回はこちらのくら寿司をピックアップします。で、くら寿司をまずフォローするをタップして、バッチリとフォローができましたら、ここのくら寿司のクーポンをタップします。そしたらですね、くら寿司のクーポンの情報が色々出てきます。20%付与ということで、フォローをしたら次はですね、クーポン獲得をしていただきたいんだ で、ここのクーポン獲得するをタップします。そしたら、これでクーポン獲得しましたということで、クーポン獲得できてるかどうか確認するために、マイクーポンを確認するっていうところをタップしてください。そしたらですね、バッチリご自身のマイクーポン、ペイペイクーポンの中に追加されてますので、これでクーポンの獲得までが完了しましたので、早速、くら寿司に行ってきました。まあ、くら寿司でね、まあ、10皿ほどいただきまして、早速、お会計に挑みました。で、ペイペイの画面を出すときに、ここがまずポイントなんですけども、ここですね、僕の場合、今現在であれば、 支払い方法が PayPay 残高になってるんですよね。ですけども、クレジットカード払いにしたい場合に関しては、PayPay 残高から切り替える必要があります。なので、この PayPay 残高っていうところをタップします。そしたらですね、支払い方法の選択で、まあ、事前にね、もうクレジットカードを紐付けてるので、いくつかカード情報が出てきます。で、僕の場合はここの一番下に V ポイントアプリをですね、設定してますんで、この V ポイントアプリのクレジットカードの情報をタップします。そしたらですね、真ん中の支払い元がですね、クレジットカード利用可能額5000円。 1000円って出てるのでこの状態で店員さんにバーコードを見してペイペイで決済をしてくださいそしたらバッチリですねクラスチで決済ができまして見ていただいたらわかるようにクーポンが適用されましたという風に出てますあで先ほどちょっとお伝えし忘れたんですけどもクーポンを利用する時にクーポンをセットするとかそういった項目はなくてとりあえずクーポンをフォローして獲得するそうすれば自動的にもう利用されていることになってますんで それだけで大丈夫です。で、バッチリですね。20%付与分がついてますね。220円相当ということで。で、こちらの詳細というところをタップしていただいてもわかるように、いろいろ下から情報が出てくるんですが、ここにクーポン利用220円っていう風に出てます。まあ、普通であればね、だいたい PayPay 残高で決済したらこの220円がつくっていうことがほとんどなんですけども、まあ今回はクレジットカード払いで、なんと220円がついてるっていうことなんですよね。で、ちゃんと V ポイントアプリの残高が減ってるか見ていただきたいと思うんですが、こちら V ポイントアプリの残高の画面なんですけどもここをタップしていただいて そしたらですね、ここを見ていただいたらわかりに、PayPay くらずし、マイナス1100円っていう風に出てると思います。これでね、バッチリ PayPay での還元も受けることができる、プラス、クリストカード払いがしっかりとできてるっていうことになるんですよね。いや、これ普通にやばいですよね。で、続いてですね、もう同じ仕様でダイソーのクーポンも獲得して、そこからさらにダイソーで決済をしてきまして、ここにも出てる通り、クーポンが適用されましたということで、まぁ、あ、ちょっとね、クーポンのフォローと獲得の部分はちょっと省いてるんですけども、 それが獲得した状態で決済をして、ここのクーポンが適用されましたと出ております。しっかりと、付与予定残高の55円相当も出ておりますね。10%付与なので。で、利用履歴も見ていただいたらわかるように、ここに PayPay ドアイソー。 マイナス550円ということで、バッチリとね、V ポイントアりリでも決済ができてるっていうことになります。で、今回ですね、僕、PayPay ペペのクーポンを使う上で、ちょっとこれは押さえておきたい。まあ、知っておいた方がいいかなっていうことを4つにまとめました。まあ、参考にしていただければと思うんですけども、まず、クレカ払い利用時の支払い方法を切り替えということですね。まあ、これに関しては先ほどもお伝えした、この部分ですね。特にそのキャンペーンが開催されている時は、基本的には、まあ、このクーポンの時に関しては、まあ、クレカ払いが対応している。 ということなんですけども、普通のキャンペーンに関しては、大体 PayPay 残高払いが多いので、ま、もしくは Yahoo カードもたまにあったりするんですけども、ま、たい僕は PayPay ペイペイ残高で利用することが多いので、ここが、ちゃんと PayPay ペイペイ残高になってるかとか、もしくは、ま、クレジットカード払いになってるかっていうのを切り替えをですね、忘れないようにしてください。僕結構ここ忘れちゃうことがあったりするので、せっかく20%の恩恵を受けようと思ったけど、もらえなかったりとか、ま、それが対象外だったりとか、そういったこともありますので、ここは気をつけてください。次二つ目なんですけども、こちら。 回数制限ということでまあ、クーポンによってなんですけどもこれちらダイソーの場合ですね今出てるように1回も利用したので1 1回利用済み3回までという風に出ております。で、それに比べてですね。くら寿司の場合なんですけども、ここを見ていただいたらわかるように何回でもオッケーという風に出てますね。まあ、これ何回でもという風に出てるんですが、おそらくその付与上限に到達するまで何回でもオッケーですよ。というニュ,ニュアンスになっているのかなと思います。なので、まあ、クーポンによってやっぱり回数が決められてるって言うこともありますので、ここは気をつけてください。そして3つ目付与上限に到達する確認方法がないということで、これどういったことかと言いますと。とまあ、例えばなんですけども、これ少し前の動画？でも ををしたんですすがこここのお得っていうととろをタップするとまあ、今現在ね、開催されてるキャンペーンがずらーって出てくるんですが、その中の、例えばそのセブンイレブンアプリでの支払いすると最大20%付与のキャンペーン、これをタップしたら、ここにですね、付与上限額まで残り1853円っていう風に出ております。まあ、これはね、人によっては使った金額によって左右されるので、例えば僕がセブンイレブンでいくらいくらバナナチップスチョコを購入したかっていうのをここでバッチリと計算することができます。結構この画面に関してはかなりね、便利が いいんですけども僕が今現在見る限りはずらーっとここを見ても先ほど見たそのくら寿司とかに関してはその一覧に表示がされてないんですよねもしかするとちょっと別の方法で確認できたりとかそういった方法があるかもしれないんですけどもちょっとね僕が見つけきらなかったので一応ですね付与上限とかに関してはご自身で計算が必要かもしれないのでそこはちょっと注意が必要かなというふうに思いましたもしここにあるよという情報があればですねぜひコメントくださいで次四つ目なんですけどもじゃんクーポン対 対象店舗がマップ上で表示がされずということでまあ、こちらもねどういったことかと言いますと先ほどのこのダイソーなんですがまあ、例えばですねダイソーどこでそのクーポンが使えるかっていうところでここの対象店舗というところですねタップしてるとまあ、ずらーっと色々ですね情報が出てきますまあ、おそらくですね現在地から近いその対象店舗が表示される仕様っぽいんですよここから何キロの店舗が対象ですよみたいな感じで出てくるのでまあ、結構ね 見つけやすいんじゃ見つけやすいんですけども、まぁ、あ、ちょっと数が多かったりすると見つけづらいかなっていう風にも思ったところではあります。なので僕の場合はね、このダイソー博多バスターミナル店ですかね。まぁ、あ、近くはないんですけども、ここが一応一覧にあったので、まぁ、あ、結構ね、大きいダイソーなので、ここにちょっと行ってみようかなという風に思ったんですが、それがですね、この PayPay ペイペイの近くのお店っていうところをタップしたら、一応ですね、PayPay ペイペイが使える情報がここで出てくるんですが、さらにここのお得っていうところタップしたらですね、まぁ、あ、キャンペーンが 開催されてる店舗の情報がまあ、フィルターをかけられてさらに見つ,見つけやすくなってるんですけどもここの博多バスターミナル店のところをタップしたらまあ、探したらですねダイソーの掲載がされてないんですよなのでこのマップ上では そのクーポンがここで対象でキャンペーン中ですよという風には出てきてはないので若干ちょっと見つけづらさもあるかもしれないです。まあおそらくまだ対応してないだけかもしれないんですけどももしですねあの PayPay ペペの担当者さんこの動画を見てくださってたらこのクーポンが利用可能な場所とかキャンペーンが対象なところをマップに表示させてくれるとちょっと嬉しいかなという風にも思いました。 ということで今日お伝えしたことをまとめです。PayPay のクーポンを利用する際は、なんとクレジットカード払いも OK ですよということですので、まあ僕の場合は V ポイントアプリを使いましたけれども、他のクレジットカードを使って決済すると、まあさらにお得にできますよということ。なので V ポイントアプリとか、まあ任意のクレジットカードが結構活躍する場面かなというふうに思います。で、支払い方法の切り替えはもうほんと忘れずにお願いします。 たまーに僕もちょっとやってしまうこともあったりするので、その場合はですね、ちゃんと支払うタイミングで、あ、ちゃんと PayPay ペイペイ残高になってるなっていうのを確認した上で決済をしてください。そして最後、回数制限と付与上限の確認は必須ということで、まあ、クーポンによっては、条件みたいなものが結構バラバラかなと思いますんで、これはもう使うたびに確認するぐらいが一番いいかなと思います。まあ、僕の場合は今日はくら寿司に行くので、クーポンの回数、そして付与上限に到達するかどうか、まあ、軽く確認をして、まあ、使う額が結構ね、ないと上限に到達しないっていうの のもあるんですがかなりの額を使われる方は回数制限とか付与上限の計算は必須かなというふうに思いますまあそんなことで今回はペイペイのクーポン機能がかなり優秀ですよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました まあ、ほんとね、新しい機能が出るたびに、全然僕も追いつけない情報も結構あったりするので、まあ、それがね、こういった発信をする上で、まあ、探っていくっていうのが一つの楽しみでもあったりするので、またね、こういった情報があれば、動画にしていこうかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたクーポンのキャンペーン情報であったりとか、参考にさせていただいたアッシュさんのツイッターのリンクも概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました